2006年10月、ロイカーバートとは、スイスバレー州ロイクの北に位置する基礎自治体で、スイス有数の温泉リゾート地として知られている。ローマ時代より温泉が発見され、複数の源泉から摂氏51度の高温の湯が、毎日390万リットル湧き出ている。ロイカーバートテルメロイカーバートテルメと、バリザーアルペンテルメスパロイカーバートの2カ所の、 温泉施設に加え、数カ所のホテルにも源泉が引かれ、プール、サウナ、ジャグジーなど、各種の温泉設備を整えると同時に、リウマ治療用や温泉治療などの多彩な制度を用意している。ロイカーバートの北に位置する玄美峠は、歴史的にバレー州とベルン州を結ぶ重要な通称ルートとしての役割を果たしてきた。ロイカーバートからロープウェイを利用して、 玄美峠の最高地点まで上がることができる。玄美峠からはアルプスを見渡す景観が広がり、近くのタウベンゼイ湖周辺では夏はハイキング、冬はクロスカントリースキーやウィンターハイキングが盛んに行われる。玄美峠からタウベンゼイ湖を北上するハイキングコースはカンデルシテイクへ至る。ロイカーバーとの標高は1411メートルで、 周囲をそり立つ岩山に囲まれており、ロイクの国鉄駅からバスが約30分で結んでいる。ドイツの詩人、小説家のヨハン・ボルフガング・フォンゲーテをはじめ、モーパスさんやマーク・トウェインもロイカーバートを訪れている。街中、ありがとうございます。